はい、し教です。今日はですね、コロナはただの風邪かっていう話をしたいんですね。コロナは軽症な風邪なのかって話ですよね。まあ確かに日本ではね、そんなに爆発的に広がってはないんですけども、まあ果たしてコロナウイルスが感染した後っていうのはね、まあただの風邪として扱っていいのかってことについてお話をしたいんですね。 で、結論から言うとね、僕はね、ただの風邪ではないと思ってるんですね。もう本当に2月の頃から、まあそれこそ1月の頃からですね、中国の状態を見てから、やっぱりこれは恐ろしいウイルスだと思ってるし、恐ろしいことをこう人に起こすっていうことですね。ただまあ当時の、まあ、恐ろしさと違ってですね、今の恐ろしさは、まあ薬文化はね、こう対策が少しこう見えるっていうところがあって、その時のね、その恐怖、当時の恐怖とはまあ全く違うものですけれども、やはりね、警戒すべき恐ろしいものだという思いは一緒なんですね。 これはね、例えば、どういうことかというと、コロナのね、かかった後の合併症がね、結構な症状が残ってるってことが、まあ、報告されてるんですね。それはもう7月の段階ぐらいですね、JAMA、えー、という雑誌にこう出てたわけですけれども、まあ、感染症を起こして回復した後にね、どれぐらい症状が残ってるかっていう話なんですね。 この前ね、日本の新聞でも、まあ、載ってたんですけれども、まあ、コロナのね、肺炎が回復した後、呼吸困難だとか、それから胸の痛みだとか、それから味覚障害とかね、そういうのが残ってる人っていうのが、まあ、いるって話が書いてあったんですね。まあ、実際そのジャマの7月の報告ではですね、まあ、平均56.5歳の、まあ、コロナ肺炎から回復した人143人の経過を見たんですね。これはイタリアからの報告ですけれども、まあ、そのうちの大体70%くらいはですね、まあ、CT でしっかりと肺炎があって、 まあ大体平均すると入院期間2週間ぐらい。2週間経って退院したわけなんですけれども、大体酸素の投与した人が半分ぐらいいたんですね。人工呼吸器をつけた人っていうのがまあ5%ぐらいとか、そんなもんだったわけなんですが、それからもう発症してから2ヶ月後、どれぐらい症状があるのか残っているのかってを見たわけですね。で、驚いたことにですね、イタリアのデータですけれども、何もなかったっていう人が12.6%しかいなかったんですね。 要は90%近くの人がですね、何らかの症状を退院した後でもですね、退院した後1ヶ月以上経ってもですね、残っていたよって話なんです。55%ですね、半分以上の人がですね、疲労感とか息切れとか、それから関節痛、それから咳ですね。まあこういったいろんな症状のうち、3つ以上の症状がね、残存していたということなんですね。退院してから1ヶ月以上経っても、発症してから2ヶ月以上経ってもですね、まあ症状が3つ以上残ってたってことなわけです。 通常の肺炎ですよね。例えば僕たちが病院で経験するような肺炎。さすがにですね、まあ、治療期間が例えば2週間ぐらいで退院できるようなものであるとしたらですね、まあ、発症してから2ヶ月後に症状が残ってるみたいなことを言う人っていうのはまあほとんど考えられないわけです。だから僕らの感覚からしてもですね、肺炎のその後遺症が2ヶ月以上経っても残ってる。しかも半分以上の人が残ってるっていうのはですね、相当そのウイルスの立ちが悪いのかなというふうにやっぱり判断するわけですよね。 最近もですね、ほとんど症状がなくて、まあ、PCR 陽性だったよみたいな人がですね、3週間から4週間経って、まあ、心臓の筋肉の m r i の検査を受けたんですね。これは、まあ、あのスポーツ選手なんですけども、結構若いアメ,アメフトとかですね、サッカーとか野球とかラクロスの選手ですね、そういったの26人の選手がですね、 えー、心筋炎とかを起こして突然ですね、倒れたりするといけないので、事前にチェックをしていくってことだったんですけども、見てみたらですね、驚いたことに、まあほとんど症状なかったですね、そういった人たちは。まあ症状だった人はね、27%だったんですけれども、まあほとんどの人が症状なく、なんとなく PCR で陽性だったというだけなんですね。陽性反応が出てからね、まあ3、4週間だってこう MRI の検査を受けたんですけども、15%、まあ26人のうち4人はですね、まあ、症状全くないんだけれども、 検査してみると、その時点で心臓の筋肉に炎症があったんですね。で30%の人はですね、心筋炎があって、それが回復した後が見つかっているわけです。要はまあ45、45%ぐらいの人がですね、 心臓の筋肉に炎症を起こしていたってことが分かってるんですね。まあ、心臓の筋肉に炎症があるってことはね、突然不戦脈が起こったりだとかね、まあ、心臓が止まる危険があるので、まあ、そういったスポーツの選手にとっては一大事なもんですから、まあ、事前にそうチェックをしてみたら結構驚くべき結果だったってことなんですねで。そのウイルスがね、どの程度その心臓の筋肉にダイレクトに影響を与えるかっていうことに関してはまだ結論は出てないんですね。でまあ、ウイルス、このコロナウイルスはですね、 まあ、心筋の細胞の、まあ、AC リセプターってところにこう侵入して、心臓の筋肉の中で増えるんじゃないかってことは、まあ、ずっと前から言われているので、まあ、そういった基準でね、まあ、心臓の筋肉が特にトラブルを受けやすいのかもしれないんですけれども、ただ、まあ、一つ問題があってね、こう、コロナウイルスだから起こってるのかっていうところで言うと、ちょっとまだわかんないよって話なんですね。例えば、まあ、インフルエンザの肺炎とかね、インフルエンザのまあ症状があった後に、 実際に、ね、はこう、心臓の筋肉をね、MRI で調べたりってすることがないんですよね。だから、ひょっとしたらインフルエンザでも起こってるのかもしれないんですけども、まあ、検査しないからわからないだけかもしれない。コロナウイルスの特有のものではなくて、まあ、ウイルス性の感染症を起こしたらね、その後はそういうのが起こってるのかもしれないんですけども、ただまあ、突然ね、心臓が止まったりだとか、全身の血管の炎症を起こしたりっていう合併症が起こることから考えると、まあ、これはね、そのコロナウイルスの特有な症状なんじゃないかなってことは十分推察されるんですよね。 で、この症状がね、まあどうやって起こるかっていうところなんですけれども、前回で、ね、あのこの YouTube でもお話ししたんですが、まあサイトカインストームっていうね、炎症が持続してしまって起こっている。炎症が持続してしまうことによって、まあ免疫が暴走、免疫が過剰に反応して、結果的に自分の組織をね、自分で痛めつけることになってしまうんだよってことが言われてるわけですよね。で、まあコロナウイルスの場合はね、まあ最初のその報告からあるように、だいたい1週間を超えてくると、 強烈に症状が強くなってくるっていうのが、まあ特徴でもあるんですよね。なので僕は、そのウイルス性の感染症として扱う限りはですね、最初の3日間でしっかり治してしまうってことがやっぱり勝負になるんじゃないかなと思ったんですね。まあ極端に言えば3日間で治してしまえばただの風邪だけれども、3日以上経ってしまったらですね、重篤化していく非常に危険なウイルスだよっていうことは間違いないわけです。じゃあまあ僕たちね、どうやって対応していくかってことなんですけれども、 基本的にはですね、まあ3日で治しきる免疫力を持つっていうのがまあ結論なんですね。ウイルス性の感染症っていうのはですね、人と接触する限り、どんなに距離を取ろうとも、どんなに手を洗おうとも、まあマスクをしていようとも、気をつけようともですね、やっぱりかかるときはかかってしまうわけですね。まあ絶対にかからないするっていうのは難しいわけです。ただ、そのかかってしまう、もしくはそのウイルスを侵入を許したときにですね、早くそのウイルスを駆逐してしまうってことができるかどうかが勝負になってるんですね。 まあそのためには細胞性免疫、そのためにはね、いわゆる自然免疫っていうね、ウイルスが入ってきたときに、いち早く叩く能力を上げておく必要があるということがまず一点ですよね。だから、免疫力をね上げるための方法ということで、以前から僕が本で書いているような内容のことをまあ実践してもらうっていうのがいいと思うんですよねまあそれと同時にですね。 免疫が過剰反応しないように、戦いが長引いた時に過剰反応しないように免疫力を調整する物質をですね、しっかりと体の中に蓄えておくってことも大事になってくるわけです。で、免疫の過剰暴走をね、まあしっかりとコントロールするものってのはビタミンの D なんですね。 それから前回の動画でもお伝えしたように、ビタミンの B もそういった働きをするということは、ビタミンの D とかビタミンの B を、ね、しっかり摂取できるような食生活を整えるということがまず一つになりますし、ビタミンの D に関してはね、まあ、日どころからね、まあ、太陽の光をちゃんと浴びておくということが大事になるんですね。それから免疫の、ね、機能をしっかり調整するものっていうのを代表にもう一つメラトニンという物質があるんですね。 メラトニンがしっかり出ている人、しっかりある人っていうのはですね、免疫が過剰に働かないようになるってことも分かっていますので、メラトニンをしっかり出すような睡眠をとるってことが大事になります。そのためには、しっかりと寝るときにですね、寝る前にはその携帯電話を見たりだとか、ブルーライトを見ないようにする。なるべくカットするってことも大事になりますし、寝るときはですね、夜しっかり部屋を真っ暗にして寝る。メラトニンの分泌がちゃんと刺激されるようにですね、真っ暗の部屋で寝るってことも大事になってくるよってことなんですね。 そして、まあ、睡眠時間をしっかり確保してね、自分自身の免疫力を落とさないこと、運動もしっかりすること、そういった対策をしてですね、まあ、この冬を迎えるってことを改めて強調したいんですね。だから、まあ、コロナウイルスがね、ただの数だって先導するのにですね、 耳を傾けなないいいいことでです。すす。やっぱり警戒すべきもののだよっていうのは間違いないですじゃああなたは何をするんですかっていう時にねあのただ単にこの距離を取るだとか人と接触をしないようにする手を洗うってそこだけの対策ではやっぱり不十分だと思うので、まあ、しっかりとね自分の免疫力を上げるってことを意識してやってもらいたいんですね今日の話ね役に立ったよって方は高評価のボタンをお願いしますチャンネル登録もよろしくお願いしますでこの冬ねまあしっかりとこの本を読んで対策を立ててもらえると嬉しいです以上です